週刊ヤングジャンプ。カット美しい。さすが最後の大和なでしこ。ああ飛ばされちゃいましたね。なでしこさん、なでしこさん、ちょっと。そんなことを我々スタッフが。大丈夫です、帽子飛ばされちゃってごめんなさい。なでしこさん、彼女の名前は泉なでしこ。今日本で一番愛されている女優だ。お疲れ様です、ありがとうございました。人には最後の大和なでしこ、国民のお嫁さんなんて称されているが、その言葉も納得なほど美しい。でも、あ、荷物持ちます。お気遣いありがとう。でも大丈夫よ。さあスポンサーさんとの会食に向かいましょう。はい。なでしこさんが本当に美しいのはカメラに映ってない時だ。泉、いや、なでしこさん、お味はいかがです？どれも素晴らしいお料理ばかりで。でしょう。なでしこさんのためだけにえりすぐりの高級食材を集めました。食べ比べしてもよし、ワインとのマリアージュを味わってもよし。これは尾崎牛のシャトーブリアンです。牛？牛ですが、牛は牛でも尾崎牛は最高の環境で手間をかけ育てた一品。旨味深くすっきりとした後味があり、油はさらりと溶け、しゃぶしゃぶをしてもアクが出ないほどの高品質なのです。ちなみにお値段は 100g で約1万円といったところ。そもそも日本では明治時代、牛肉ブームが起きたことにより各地で上質な牛肉が注目され、ブランド牛は。なでしこさんを前にだいぶ舞い上がってらっしゃる。これは長引きそうだ。なでしこさん、疲れは大丈夫だろうか？美しい。勉強になりました。そうなんですね、牛肉。もしかして牛肉は苦手かな？いえ、牛肉大好きです。それはよかった。牛肉。お疲れ様でした。すごい豪勢でお腹いっぱいになりましたね。そうね、美味しかったわね。マネージャーもお疲れ様。いえ。あ、ここで降りるわ。はい。いや、まだ先ですよ。歩きながらセリフを入れようかなって。ああ、停車しました。ありがとう。ではまた明日ね。お疲れ様です。夜道大丈夫だろうか？きっと食後の運動も兼ねているんだろうな。よし、明日もなでしこさんのために気合を入れるぞ。明日は10時にバツバツで。もう我慢できない。お願い、ちょっとだけでいい。ちょっとだけでいいの。らっしゃせ。あの、牛煮込みにビール。はいよ。今日も一日お疲れ様でした。いただきます。泡3、液体7、完璧な配分。泡で蓋をすることでキリッとした炭酸を保てる。かあ。お通しはお店を図る第一歩。程よく使った白菜にほんのちょっぴり鷹の爪に昆布、塩っ気と酸味。これで瓶半分いける。お待たせ。これこれ。今日私が欲しかった牛はロゼ色のピカピカの霜降りの高級品じゃなくって、芯まで茶色に煮込まれたこいつ。こだわりの国産牛すじ肉 100g100 円といったところ。くー、口に入れるだけでほどける。さすが2日かけて煮込まれた一品。時間をかけたからこそ生まれるこの重いテクスチャと全肉汁を吸い込んだ煮汁。この深い味を受け止めるにはこっくり甘い味噌仕立てに限る。見て、この官能的なコラーゲン、トロットロになってやがるわ。次はこんにゃく、このプリプリ感、
歯にグイッとくる感じが最高。どこで噛み終えていいか毎回わからないところも素敵だわ。そして煮汁を染み込ませて崩れる寸前の大根、ほらこんなになっていやらしい子。こってり感がビールで尖った喉に効く。おしゃれなレストランで高級食材にヴィンテージワインもいいけど、自分が食べたいと望むものを一人思うままに堪能する、それこそが私の最高の食卓。それにこうして一人役のことを考える時間が私を女優にしてくれる。はあ、次はあの鍋みたいに女の業を煮詰めたようなトロットロの役を演じたい。大将、煮込みおかわり、ネギ多め、締め付きで。はいよ。はあ、憧れのネギ。演技中に匂ったら恥ずかしいから普段は避けてる生ネギ。女優だってネギのバカ盛りがしたい日もある。どろりと濃いビーフシチューのような煮込みの合間に見え隠れする弱弱なネギのマリアージュ、真逆の食感が奏でる心震わすハーモニー。さて次はこのくにゅっと縮んだ油と赤身の食べ比べ。噛まれるまま身を委ねてくる油の柔らかさ、一噛みするごとに口の中に油の甘みが広がって、気づいたら私の口は美味しさでいっぱい。そして次は繊維が自慢の赤身、この縦の食感、私こそ肉だと叫んでる。部位ごとに違う姿を見せるなんてどれだけ名優なの。あと半分。よし、映画ならクライマックスへ向けて伏線を回収するあたりね。本能のままに食べる前半戦から頭脳戦に切り替え、こんにゃく2、牛1、大根1、ついで牛1、大根1、こんにゃく1でバランスよく、最後に牛1、ネギ1、牛3、お肉満載で締めるゴージャス夫人で解決編へ。よし、そんな最後の相棒は日本酒？いや、この口を仕上げてくれるのはアイス！くぅ、わざとらしい酸味に謎のピンク色が私の全細胞を起き上がらせる。今この世で私を生き返らせるのはこのバイスだけ。思う存分満喫したけど、煮汁は残すかと思いましたか。ふんふん、一度伏線を回収したように見せてからの本当の解決編、注文してた締めのバケット。フランス料理ではソースこそ全てだという。長い時間をかけ食材全ての旨味が溶け込み、こっくりと粘度が増す。そう、この煮汁こそ料理の核。そんな煮汁をバケットで吸い上げて全ていただくのが私のお作法。今日もありがとう、最後の一滴までおいしゅうございました。ごちそうさまでした。お、よく食べたね、お姉ちゃん。はい、らっしゃせ。お、泉なでしこ、初の悪女役だってさ。いいね、こんな美しい子が隣で飲んでたら。女優なんかうちに来ねえよ。確かにそうだな。憎しみと優しさを煮込んだような自分の思う濃厚な悪女。女優飯最新コミックス絶賛発売中。おはようございます。本日はよろしくお願いします。はい、それではよろしくお願いいたします。お願いします。まず最初に声のレベル取らせていただきますので、頭の方から少し読んでいっていただいてよろしいですか。はい、はい、お願いいたします。大丈夫です、帽子飛ばされちゃってごめんなさい。お疲れ様です、ありがとうございました。お気遣いありがとう。はあ、憧れのネギ。演技中に匂ったら恥ずかしいから普段は避けてる生ネギ。女優だってネギのバカ盛りがしたい日もある。フランス料理ではソースこそ全てだという。長い時間をかけ食材全ての旨味が溶け込み、
いえ、牛肉大好きです。家からもらっていいですか？家と、うん、元気に、元気にとか、まあ、明るく感じていただければと思います、はい、お願いします。いえ、牛肉大好きです。お肉満載で締めるゴージャス夫人で解決編へ。よし、そんな最後の相棒は日本酒？いや、この口を仕上げてくれるのはバイス。今日もありがとう。最後の一滴までおいしゅうございました。ごちそうさまでした。女優飯最新コミックス絶賛発売中。はい、いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、本日の収録以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。今回アフレコちょっとどうなるかドキドキだったんですけど、無事に終わって一安心しました。結構長回しのセリフとかが多くて、そこはちょっと苦戦したんですけど、やっぱり言えた時の達成感はすごかったです。実際女優飯を読んでみて、なんかこう料理のなんて言うんですかね、こう説明というかがすごく詳細に書かれてるので、なんか料理がすごく美味しそうに見えましたし、なんか私もその料理ってそんな考えて食べたことがなかったので、なんかちょっと面白いなって思いました。私は青森出身なんですけど、青森でお母さんが作ってくれた郷土料理が好きで、特にナスシソ巻きっていう郷土料理がすごい好きです。今回こうやってあの女優飯という作品に、今回漫画にアフレコさせていただけて、すごく貴重な経験をさせていただけて本当にありがとうございました。